江戸崎不動院は、茨城県稲敷市江戸崎にある、天台宗の寺院。3号は、伊王山。1号は、東光寺。二王門祈願で稲敷市江戸崎のほぼ中央に、位置する高台にある寺院で、不動明王を本尊とし、不動院、不動村院など様々な呼ばれ方があるが、一般には、江戸崎不動院の呼び名で親しまれる。当時、随風と名乗っていた天貝がが、 天正19年から約17年間、住職を務め、江戸時代は、天台州の学問所である関東八段林の一つとして栄えた。境内地は約5万3000平方メートルあり、明暦元年徳川四大将軍、家綱の援助を受けて建てられた、二王門をはじめ、伊丹、長津鉢、灯籠、宝京陰刀があり、さらに郷土の先人である。 大月夕造りや大久保英介の記念碑など多くの石造物も残されている。時報も多く、蚊の丹優筆の天飼画像、東照門限信号、天界木造などを所蔵する。解散については、諸説あるが、過小元年自覚が解散し、文明2年に幸い誉れが中高したとする説と、文明2年に幸い誉れが解散したとする説がある。後に衰退したが、 歴代の江戸先上主となった、時元氏、足名氏の保護を受け、特に天正19年に、江戸先上主であった、足名森重が、中高解山に随風を、第八世住職として迎え、書道を再建した。随風は、徳川家康の信任がつく黒子の最小と言われた、結相で、江戸先不動院には、約17年間ほど住んだと言われる。慶長7年。 徳川家康から治療150国の御朱印地が寄進され、以後、寺は徳川将軍家の帰依を受けて、治療250国の御朱印地を有した。明暦元年には、江戸城紅葉山宮殿、四足門の一区や、不動堂が建立され、さらに元禄六年には、客殿、首郎、書院、土蔵や仏像などが整備されて、流盛を極めた。 かつては、時中に5つの達中を有し、さらに松地門と114か、寺を有する、大寺院で、関東八段林の一つに数えられた。1876年に火災に遭い、二王門以外の大部分の建物は消失した。桜東バス、江戸先バス停から徒歩15分。ありがとうございます。